名古屋で味噌カツじゃない、味噌煮込みうどん、味噌煮込み、花摘みに行ってくる、行ってらっしゃい。はい、ということで今日は名古屋で舞台挨拶です。12月23日初日おめでとう、事故物件2、イエーイ。あ、じゃあ綾乃ちゃん、こっちにも綾乃ちゃんいるけど、トリプル綾乃ちゃん、やばすぎ、こうよろしくお願いします。お願いします。どうですか、意気込みは。頑張ります。頑張ります。事故物件のパンフレット開いたら心がいるから見てね、買ってね、ピローン。あと来場者限定のポストカードもこんな感じになってるので、なんか先着順らしいのでお早めにゲットしてください。これが上がる頃にまだあるのかわからない。そして今名古屋のポムダムル東京っていうところでリンゴ飴が売ってたので、東京、ここ名古屋買ってもらいました。食べる。じゃあ私リンゴ飴が世界で一番好きだな。え、そうなんですか。うん、確かにね、ギャップ萌え。なんかあれなんてこういうのマジで興味なさそう。 逆にギャップ萌えって言ったけど、どんなイメージなの。なんかお菓子とか食べない、甘いもの。確かにチョコレートとかはあんまり得意じゃないかも。うん、でもおしゃれですよね、思って。一番ね、うまっ。おしゃれ台色かな。あ、ワックス忘れた。え、ワックスのチョコに忘れた。最悪。いいんじゃない、ここら辺で。悪ガキの落書きみたいな勢いでしょ。匂いしか。なんかイラストとか描けないの。描けない。はい、ということで、どこで終わったんだろう。舞台挨拶行ってきますで終わった気がするんですけど、今はもう東京に戻ってきて、名古屋から戻ってきて日帰りで、そのまま東京が戻ってきて、何言ってんの、戻ってきてホテルにいます。時刻は12時を過ぎています。いやー、明日も朝からなので寝ないといけないんですけど、本当に名古屋の舞台挨拶見に来てくださった皆さんありがとうございました。すごく嬉しかったです。初日に平日のしかも4時ぐらいの時間帯で、ちょっと見づらい時間帯だったかなと思ったんですけど、見に来てくださった方がいらっしゃって、とても嬉しかったです。ありがとうございます。見て、ファンの方がプレゼントしてくださって、プーさんありがとう。めぐりずむとかお手紙もめっちゃ可愛いの。これがクリスマスのさ、クリスマスカードっていうの、プーさん揃いでくださって本当にありがとうございます。で、ちょっとこれから私は、ね、眠い、すごく今眠たい気持ちももちろんあるんですけれども、それ以前にやらないといけないことがあって、この時期年賀状書かないといけないじゃないですか。皆さん年賀状たくさん注文していただいてありがとうございます。まだ1枚も書けていなくて、期限が明後日までなんですよ。だからちょっと書かないとやばくて、書いていきたいと思っています。はい、なのででもあんまり遅くなりすぎても明日顔が終わってしまうので、ほどほどにしてちょっと書ける分だけ書いて今日は寝ようかなと思ってるので、明日は朝から美容院に行って髪の毛セットしてもらって、渋谷、池袋、新宿の順番で舞台挨拶しに行かせていただくので、すごく楽しみです。前回ね、新宿とか満席になるぐらい入っていただけたりして、今回はどのぐらいの方に見ていただけるのかすごい楽しみなんですけどね、どんな感じになるんだろうって思いながら楽しみなんですよ、私とっても。そう、今ここにね、頼んでくださった年賀状の物がここにあって、これからこれに書いていきます。たくさん待っててね、みんな、いっぱいあるので頑張って書いていきたいと思います。なんか名簿みたいなのいただいて、みんな知っている名前ばっかりで、インスタとかでなんか誰だろうと思って調べに行ったら、みんな分かる子たちばっかりで、すごく嬉しかったです。なのでほぼここで書いてる方たちは認知してる方たちというか、そうそう、分かってるので、
かりと気持ちを込めて、そんな長々とはね書けないんですけど、直筆で丁寧に丁寧に書かせていただきたいと思っております。はい、ということでちょっとね急がないといけないので、鼻かゆい。はい、明日また YouTube 回せたらなと思うので、また明日お会いしましょう。おやすみ。はい、ということで2日目です。今日は朝からヘアセットをしに来ました。ありがとうございます。あ、光が来た。急に予約をしてしまったのにもかかわらず本当にすみません。しかも今ガン出してきたのでめっちゃいい髪色になったんですよね。めっちゃ綺麗落ちましたよね、うん、こないだ、ついこないだ、良いお年をとか言ったまたすぐ会ったヘアセットしてもらいます。うん、めっちゃいいです。です。完成。ありがとうございます。こちらこそです。頑張ってきます。頑張ってください。すごーい。じゃあもうこうやってやってた方が可愛いですね。完全に。そうですね。前持ってきちゃった方が。え、すごー。超可愛い。天才。え、ちょっと後ろ。京都と大阪です。昨日は全く YouTube を回しませんでした。ごめんなさい。なんか東京だったから、結構バタバタでしたからね。そう、私なんか普通の仕事感になっちゃった。あ、確かに。そう、ごめんなさい。今は京都南会館に来させていただいて、あと何分後ですか？60分後。あ、意外とそうなるんだ。めっちゃ長い。遊べるよ。何して遊ぶ？遊ぼう。60分後に舞台挨拶が始まるそうなんで。東京はどうでした？東京は、いや渋谷すごかったですよね、人。びっくり。なんかあれですか、同級生ですか、新米？そう、友達が来てくれました、大学の。作ってくれたもんね。そう、友達カップルが、エビの心っていうのを前日に段ボールでマッキーで書いて、裏には指を刺してって書こうとしたらマッキーのインクが切れちゃって書けなかったなんてことは絶対に言えないって言ってきました。YouTube で言っちゃってます。 YouTube で、はい、ごめんなさい。やってくれたのが嬉しいですね。嬉しい。あの、いつもドライブとか行ってるコスさんです。ありがとう、好きだよ。ということで今日も頑張っていきましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張るぞー。ゴー。舞台挨拶終わりました。お疲れ様。イエーイ。お疲れ様です。ありがとうございました。3日間、ありがとうございました。ぜひまた皆さんお会いしましょう。来年もお願いします。ジャック&ベティ会いに来てください。いつ上がるか分かんないけど待ってたりしたよ。バイバイ、ありがとうございます。